前半45分、長谷川が米本の代わりに先発に出ていて、おそらくそのなんだろうボールの起点をいろんなところに作って、守備の的を絞らせないというのが、ポポビッチのやり方だったんだろうなと、見事にそれがハマって前半先制されて、先制されたらうちはどれだけ反発力があるのかっていうのを見る、いいゲームだなと余裕をこいて見てたらですね、後半どん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 劣勢になってきて、これは甘いなと思った時に、中村俊輔が、半分ラッキーでしたけども同点ゴール、そこからはもう一進一退で、正直もう今日はもう引き分け御の字っていうところだったと思います。藤田がもう本当に今日は見事に仕事をしてくれました。天野前半どうなるかと思いましたけども、後半は、いいクロス上げて、藤田のゴールを呼んだということで、プラマイゼロかなと、これ勝ってたの本当でっかいと思います。次の広島も、頑張っていきたいと思います。今日ですね引き分けでもダメゲームだったと思うんですよ。両サイドバックが全く機能しなくて、それでも決める2得点、藤田ストライカーですね。ストライカーもうこういうストライカー大好きです。頭痛いんですけど、あと腰と右足が痛くて、点を取った時に何か起きたみたいです。練習を続きましょう。